幹事の代表として企画から実施まで素晴らしい飛騨新聞を発揮してくださいました斉藤さんに拍手をお願いいたします。14期の皆さん、それから恩師の先生方、今日はようこそいらっしゃいました。我々、14期生というのは昭和34年の4月に入学しまして、37年3月に卒業しています。青山高校が元の東部第4連隊という兵舎に校舎があったわけですけれども、それからアメリカ軍の元のモータープールと言われたところに新しい校舎を作りまして、で我々はその新校舎の第1号の新入生だったんです。ちょうど私の記憶ではまだあの物質の一部が元の弊社の方にあって、やっとまあ木造2階建ての物質ができた頃だったと思います。でそういう時に我々は入学したわけです。我々が18歳の頃世の中はどうだったかってことなんですが、まあ一番印象に残ってるのは60年歩安保をめぐる動きです。国際的には暗殺されたケネディがアメリカの大統領に当選した、これが昭和36年です。今日の同期会、18歳の会期という、まあ、大変な、タイトルをつけちゃいましたけれども、幹事が22名おります。でそれを代表して私が挨拶するというのは大変僭越なんですけれども、引っ込み思案が皆さん多くて前に出るのも嫌だというもんですから、まあ、仕方なく私が出てきた次第です。私は花の4組のに在籍してました。これは勝手に言ってるだけで、まあ、4組からパラパラと拍手がありました。後から花の5組とか8組が出てきますから花だらけになります。今日は幹事会が予想したよりも大変多くの同級生が集まりまして、なんと先生を入れますと110名、会場は一応100人ということになってましたので、なんとか